入山明子の長く聞いてね。はい、ということで35回目です。そうです、すごい、はい、すごいですね。もうイベントまでもうすぐです。本当ですよ、ドキドキしてまいりました。あんなに先のことだったのにね。ね、まあそういう感じで時というのは流れるものでしてはい、はい、楽しみです。では番組紹介お願いします。はい、 YouTube で配信するラジオタイプの番組、入山明子の長く聞いてね。歌う看護師入山明子です。はい、喋る会社員のかけぽんです。この番組は東京港区定築エンターテインメントさんの編集室よりお届けしております。はい、イベントが楽しみですね。楽しみです。もうとにかくどんな風になるのか ね初めてのことですもんね。そうなんですよ、公開収録。いつもこうごそごそここの編集室でなんかこじんまりやってるのが皆さんに見てもらいながら、そうですよ、やるんですね。なので、うん、どうなるのかがドキドキはしてますけどね。ねえ、うん、まあもうね、うん、1週間ちょっとなんで、はい、もう行くことが確定している方もね、そうですね、いらっしゃると思いますが、どうなるか。まあ一応なんかこう細かいところはほぼ、うん、もう詰め終わってるので。そうですね、あとは来て楽しんでいただくという、はい、次第ですが。そうです、まあ、1回目うまくいけばね、うん、2回目3回目と、はい、別にあの品川にこだわらなくても多分良かったりはするでしょうし、ね、うん、でも あそこが品川がやっぱりね、あの遠くから来られる方には、うん、その帰りやすいし来やすいっていうのが ね、うん、ありますよね。そこなんかこの前別でちょっと空きを聞いたら結構人気なんですね。埋まってますでしょう。そうなんですよ、うん、土日は年内大人気だって。これだってで、はい、10月の8日だってたまたまそうですキャンセルが出て、はい、空いたけどどうしましょうっていうので、うん、撮りましたもんね。撮りましたよね。すっごい運がいいんですよ。良かったですね、うん、すごい楽しみな、うん、あと1週間で多分また僕はカラオケ大会の時のように、うん、会場から開演までは、うん、喋ってる、はい、いろいろなご説明を多分させていただくんだろうなとはでしょうね、はい、なんか最近、うん、そういう、こう前説、うん、30分喋っててくださいみたいな、台本はありませんみたいなの多いんですけど、うんうん、翌日倒れてますもんね。もうそうでしょう、ま、だってずっと喋ってるんですよ、はい、頭の中もぐるぐる回ってるし、はい、口はずっと喋ってるし、疲れますよ、ねね、まだまだいけると思ったんですけど、ちょっと翌日、うん、寝てますね。寝てました、ずっと何時間も何時間も、結構12時間寝ちゃったりしますよ、そうか、はい、その頭が疲れるんだな、きっと。多分前説をやるじゃないですか、 そこで終わるっていう時もあれば、うん、そこから本編が始まってはい、と、うん、まあ、本編のタレントさんに任せる、はい、タレントさん本人が、うん、あのイベント進行をして、はい、うん、その後にこうファンの方との物販とかあるじゃないですか、うん、あそこでまた喋ってたりするんで、はい、うん、物販ね、並んで待ってらっしゃる人が退屈しないようにずっと喋ってるわけですよね、うん、そうそう、だいたい次の日は12時間コースですね。なるほど。今回も前説喋って、うん、公開収録喋って本番喋って、ね、その後も多分なんか、ね、あのずっと喋ってる系。そうですね。でその中で聞かれたらスマホ講座もで答えるとできる。すごい体力が持つか挑戦、はい、痩せますね。痩せますね、痩せなきゃいけないからでね、少し考えたんですけど、うん、当日のフードとか、うん、はい、野菜たくさんあるかなとか揚げ物が多いかなとかね。そうなんですよ、ね、ドキドキしちゃいますけど、まあ、多少はあの揚げ物とかも食べなきゃいけないので、うん、栄養バランスとしてはね、うん、とは思ってますけれど、いやでもあれですね、どうです、あの、うん、CD 男歌、男歌いいですよ皆さん ね、もうねすでにもう予約からね、はい、早くから予約をいただいた方に
聞いていただいて、だから皆さんにねいいなと思ったら、うん、お友達とか、そうですね、あのご親戚の皆様とかね、うん、ちょっとあの進めていただいて仲間を増やしたいなと。そうですよね、うん、そのカバーアルバムなので、はい、知った曲が多いっていうのは本当にありがたいですよね、うん、本当に有名な楽曲、そうなんです、を歌われているので、うん、いただいた方も聞きやすいですよ ね、あ知ってるとか懐かしいなとか、うん、あやっぱり改めていい歌だななんて思ってもらったらいいねっていう、うん、そういう制作の先生方がねおっしゃってましたけど、なので会場でもまた CD も、はい、もちろん置いておきますので、販売をされます、はい、グッズもね、うん、グッズもね、もう直接見ないとちょっとわからないっていう、うん、そういう方もいらっしゃるので、あのちょっと揃えて置いてみようと思うんですね、はい、ね、なので、うん、あらいいじゃないっていうことがあれば、そうですそうです、あの会場でも販売が、まあ、うん、数量はね限られますから、はい、あの物によってはなくなっちゃうかもしれないので、うん、それが怖いなという方は事前にご予約いただいて、うん、ね、多分ハンコは持っていけないと思うので、ハンコはねもう、うん、あの注文じゃないといけませんので、うん、あの細かくねこの文字を入れたいっていうのをきちんと明記していただいて、うん、チタンがいいのか、木がいいのか、木がいいのか、それをね選んでいただくといいなと思ってますね。はい、ぜひあの、うん、何でしょう、ちょっとした時に使ったりとか、なんかね、へ、それ何って皆さんに言われた時のあの喜びがいいですよ。うん、そうですよね。うん、私あの色紙にだから自分で入山明子って書いたその横にポンと押したんですけど、はい、いやーかわいいって言われて、そうですね、嬉しかったですもん、ね。可愛いあこさんのイラスト。ね、イラスト。があってその中に、うん、名前、ニックネームでもいいですしね、そうですね、うん、っていうのができますので、そう、ぜひぜひ皆様よろしくお願いいたします。お願いします。ではちょっと早いですが、うん、はい、楽曲をいただいてもよろしいでしょうか。はい、ちょっとねメッセージ付きなので、はい、お読みしますね。はい、皆様、あこさん、かけぽんさん、こんにちは。こんにちは。はい、あこさん、イベント大盛況でしたねって、私は参加できませんでしたが、たかちゃん、りょうぎんさんからたくさん写真を貼り付けて見させていただき、本当に伝わってきました。素敵ですね。ありがとうございました。でもいいですね、みんなで。で、今日のリクエストは、北ん海峡をお願いいたします。はい。この楽曲は、入山明子さんを初めて知って、曲で私に重なる歌詞でした、うん、2014年からずっと歌っています。練習してカラオケ大会に挑戦しましたが、いい結果ではありませんでした。残念。北ん海峡、これからも忘れられない楽曲ですので大切にしたいと思います。大阪の空から、辻明子さんからいただいたリクエストです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しいです。さあ、それではそんな辻明子さんからのリクエスト曲、入山明子で北ん海峡をお聴きください。
番組の感想を拾ってみましょう。はい、ということでですね、番組宛てのメール以外にも、いろいろなところに感想が書かれておりますので、コメントしました。そちらをあこさんに拾っていただくコーナーです。いきますよ、さあ毎回いただきます。石田和之さんから頂戴しました。あこさんこんばんは、イベントの日に書いてくださったんですね。準備大変だったことでしょうね。あきこさんの生歌と豪華なゲストの皆様、加山明夫さんのステージ盛り上げていただいたこと、斉藤勲さんのギター演奏には魅了されました。素晴らしいステージを楽しませていただき本当にありがとうございましたっていうのと、あこさん、かけぽんさん、つながる土曜日の FM チャッピーも聞きましたし、31回目の長く聞いてぬを聞きました。ありがとうございます。私にも心当たりが多く、リラックスしながら時が流れていました。いつも放送配信ありがとうございます、いつこれからも楽しみにしていますと書いてくださいましたね、ありがとうございます。ありがとうございます。さあそれからですね、恵比寿の黒生さんも、バースデーパーティー盛り上がったようでよかったですね、長きくを楽しみにしていますと。嬉しい、嬉しいですね。さあそれからみこさん、福岡からです。あきこさんお疲れ様です、昨日は FM チャッピーを聞くことができませんでした。残念でしたが、日曜日の今日は夜9時から地元の KBC ラジオ演歌日本で最後に私のコメントとリクエストを倉富さんかけてくれました、倉富さんが入山さん一泊二日でもいいので来てくださいと言ってくれましたよ嬉しいですね。いいですね。ね、あきこさんの番組はたくさんの皆様のリクエストがあるので、私はこれからもこちらの番組にリクエストを出します、それくらいしかできないのでと書いてくださってます。わあ嬉しいですね。良いですね。さあそしてですね、 YouTube の前回流れたそこにコメントをねいただいていますよ、ゆみさん、あこさんありがとうございました。放送中、 YouTube ラジオの放送中、渋谷のど真ん中を走っていました、渋滞でした、運転手助っ人がいましたので聞けましたと。あ、よかったです。さあそれからどんぐりさん、どんぐりさん初めてかな、ね、いつも楽しい放送ありがとう。今年の夏は猛烈な暑さで体調を崩してしまいました。飛行機雲よく取れていましたね。体調に十分気をつけて頑張ってくださいっていただきました、ありがとうございます。さあそれから恵比寿の黒生さん、今日の長き雲とても楽しかったです。また来週も楽しみにしてます。毎週お付き合いくださってますね。ありがとうございます。嬉しいですね。すごい、さあそして、こちらは両銀かおるさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。早いですね。長く聞くために長く続けてくださいって、書いてあります。さあそれからみつこさん、73歳ですが、一人で行くのはカラオケくらいです、あ、一人ほにゃららっていうのをね話をした時で、入山さん一人で行くと目立ちますよ、映画一人も OK かなって書いてありますね。一人で行く、一人焼肉ありましたね、一人焼肉とかね、回転寿司を一人で行けるっていうね、全然一人で行きます、私はね喫茶店は行けます、焼肉は一人で行ったことがない。一人居酒屋はないですか？あ、あの小料理屋にはでも一人で行ってました、ママさんマスターがもうなんか親みたいな、感じで20代でしたから、一人ほにゃららは何があるだろう、一人飲み一人回転寿司、一人回転寿司、一人焼肉、あ、全部行ってる、一人焼き鳥も、一人ラーメン、あ、もうもちろん、もちろん、はい、なるほど。大体一人カラオケも行きますし、一人居酒屋、はい、行く、あのなんかちっちゃいカウンターがあるお店が最近多いんですよ、カウンターだとね、ないしは二人みたい。なるほど。テーブルに通されるとちょっとね、ね、寂しい、キョロキョロしちゃいますよね、一人なんとかは結
結構いけますよ。私ね、一人喫茶店行くじゃないですか、はい、であの喫茶店も昔ながらの喫茶店が好きなんですよ。分かります。そうするとね、今ねお気に入りなのが新宿にあるメルヘンさんっていうところ行くと、うん、なんかあの私は初めての方ばっかりなんですけど、常連さんが相席いいですかって座られるんですよね。そうするとなんか話が、初めて聞く話とか初めてお会いする方とお話ができる。新宿、うん、新宿のね喫茶メルヘンさん。新宿、この間はねバースデーパーティーに、あの東新宿のバトゥール東京は近いから行くわって4人もね来てくださった。はあ、あこれか、うん、私まだ3回しか行ってないのに、すでに、まあ、常連さんに入れてもらったように、あの楽しくねお話できてます。これ新宿3丁目の方のとこですか、じゃなくて、ね、と富山、なんて言ったかな、あ東新宿の近くです。あ東新宿の近くです。はい、あ大体場所は分かりました。分かります。はい、隣にねコープがあって、あとはなんか公園もあったりして、あちょっと広々した感じでね。わかりました。そうもうね何十年もなさってて、うん、あの和久井田元社長と和久井社長の奥様がご紹介くださって、はい、それで手前までは、手前に逆にあの、うん、カフェがあって、あネットも使えてみたいな、うんうん、でそこで仕事してたりはしましたね。そうですか。もうそこはね昔ながらだから、であのかき氷食べたんですこの間。いいですね。あの昔ながらの喫茶店って何であんな落ち着くんですかね。落ち着くんですよ、ね、それでね次から次にお客さんが見えるんですよ。でなんかママさんとねもうなんかポッポッポッとお話をされて、うん、で相席いいですかって言って座られて、それでお話をさりげなくなさって、うん、それを聞いてるのがすごいなんか幸せな感じ。楽しそうですね、うん、すいません脱線しました。脱線しました。そうそう、そんなそんな感じですよ、はい、ね。で あのね、トミちゃんからは、北野海峡のトミちゃんからは、あきこちゃんごめん、お買い物で生で聞けませんでした。あらでも YouTube ありがたいです。いつでも聞けるから、うん、ゆっくり聞かせていただきますね。これやっぱり YouTube の良さですよね。そうですね、聞き逃しと言ったとはいえ、うんうん、いつでも聞けますし、聞けますからね、やっぱこれは何回でも聞けますし、うん、嬉しいですよね、うん、嬉しいですね。さあそれからこれね結構いっぱい皆さんね書いてくださるんですよ。はい、みつぐさん、はい、つぐさんはね、おはようございます、忙しい日々でしたねって、毎日こういろいろね、そうですね、はい、やってたから長きくを聞きました、うん、お父さん大型持ってたんですね、自分も持ってますよ、うん、アルバイトでタクシー運転手もしたことあります、うん、若い頃、またコメントしますねとか書いてあります。ありがとうございます。ありがとうございます。のしゃっぷ東大さんだ、のしゃっぷ東大さん、ありがとうございます。さあそれから鋼のブラックちゃん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。昨日は神田神保町そして入間に移動と忙しい一日、お疲れ様でした。あスーパーブルームーンがあったんですよ。はい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 、はいね、スーパーブルームーン綺麗ですね。8月の終わり、もう8月の時でしたね。そうですね、まだまだ暑い毎日、長きくの収録元気笑顔で楽しんで頑張ってください。昨日の長きくお二人のお話楽しくアーカイブで聞きながら軽井沢でサマランチしてました、はい、ちょっといっぱい ねゆっくり飲まれてたんだ。今日の元気もいただけ頑張れます。あこさん、かけぽんさん、これからも楽しい配信を楽しみにしています。頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また話脱線させていいですか。いいですよ。さっきのメルヘンさんの場所が、あここだっていうの分かりました。あ分かりました、はい、もうすっかりちょっと立ち寄って、はい、ママさんとマスターさんが本当に下町って感じ、うん、でもいっぱい建物、マンションみたいなの建ってる中の1階の、そう、1階の一番端っこなんですよ。わかりました。そうもうね、そう多分バイクで行けばすぐですね、うちからだと。あそっか、ブンブン、ね、2階曲がれば着きます。2階、まあ、3階ちょっと行ってみてください、ね、で日中はね娘さんがお手伝いなさって、
娘さんのご主人さんもご商売なさってるんですよ。食べ物屋さんとか娘さん忙しいんですよね。喫茶店で手伝ってお母様と入れ替えたらご主人様のところのお手伝いに行く働き者ね、うん、本当です。すごい。さあさ さあ次行きますよ、はい、今度はこれはね見てください。なんでこんなに出ないんだろう。なんでしょう。電波が来てない。電波が来てない。あ、来た。来ました来ました。この日はねラジオを流した日なんですね。はい、スレスレ日記でラジオを一緒に私も聞きましたっていうのを書いたら、ユミちゃんがあきこさん私も聞きました、優しい看護師さんでしたはい。さあそれからトミちゃんもあのコメント読みますよって言うとみんなあの YouTube の方にもよくね、うん、書いてくださるようになって嬉しいんですけど、あきこちゃん今日は FM チャッピー、また皆さんとおしゃべりしながら楽しみ、今日も元気で楽しい一日になりますように。あとみつこさんは、はい、イルマハート病院さんの看護師さん来てもらって話してもらったんですけど、ほいほい、会社の健康診断で行ったのでイルマハート病院懐かしいです、皆さん優しい方ばかりでした。うん、いいです ね健康診断大切ですから、ね、そうですよ前回に続き本当ですよ、大事ですからね、はい、さあそれから、のしゃっぷ東大さん、はい、バースデーパーティー100人忙しいですね、歌ってトークして頑張ってください、うん、無理せずに苦笑いの顔マークがついてます。さあこうやってね皆さん書いてくださると本当嬉しいですね。ね、本当ですね、うんうん、まあ、メールで送ってくださいもいいんですけど、うん、どっかに気軽にね書いていただいたものが本当ですよ、ハコさんが拾ってくれるっていうのはまたこれは嬉しいですもん ね。そう、ぜひね皆さんねいっぱい書いてくださいね、はい、さあそれからラジオの生放送に出て、それが YouTube でも生で、はい、配信されてたっていうのに、のしゃっぷ東大さん、仲良しで美人同士言うことないです、うん、長きくにまたコメントします。 ありがとうございます。それから聖子さん、聖子ピンだ、聖子ピン、聖子ピン、あこさんおはようございます、リンさんの番組リアルタイムで見れました、8月に BS12 の音楽番組の公開収録がミントホールで行われて観覧してきました、うん、その際にリンさん出演されていて生歌も聞くことができました、リンさんとてもノリが良いのと良いこと言ってたので、あこさんそれに惹かれて喋ってましたね番組とても楽しかったですと言ったら、そう、私もテンション高くていっぱい喋りすぎましたよ。いいと思います。いいと思う。たまにはいいんです、うん、そうですそれから、鋼のブラックちゃん、毎日忙しいスケジュール、バースデーライブ皆さんから元気いただけましたね、長きくの配信楽しみにしてます、移動中でなければチャットも楽しみたいですねといただきました、ありがとうございます、嬉しいです、うん、さあそしてトミちゃん、はい、あきこちゃんありがとう、今日は番組を見ることができませんでしたので YouTube を楽しみにしてます、昨日ですね、バースデーのイベントに和歌山から東京に来てくださったんですよね、ありがたい、ありがたい、同じ時間を過ごせたことにありがとうと、うん、ハートマークいっぱい5つも6つかすごい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 。さあそれからみつこさん、本当に忙しく動いていてすごいですね、お若いのねときましたもうあのお年頃ですよ、お若いですね、お若いです、大丈夫です、ね、健康体操を覚えたいです、利用者様と動けたら良いですね、追伸、お仕事があるのは嬉しいですねってあります。本当にそうなんですよね、あのみつこさんは、そういう介護の方のね関係の仕事をなさってるから、はい、利用者様と簡単な運動ですからぜひねやっていただくといいですね。さあそれから黒沢さん、あこさん毎日素敵ですね、お疲れ出ませんように、最近はあきこさんのざんざん岬にハマってます、うん、たくさん前のが YouTube に出てるので見れます、今とメイクが違いますねそうメイク違いますよね、うん、そんな形で、そんな形です、あ、すごい時間ですよ、すごい、まあ、でもそれだけたくさんコメントが来ていただいて嬉しいですね、脱線をしてというところで
喫茶店良いですね、うん、行ってみてください ね、ぜひぜひ私もぶらり行くんですよ。だから、うん、まあなんか、うん、作業しても怒られません、パソコン広げて怒られないんじゃないですかね、はい、Wi-Fi があるかどうかは不明です。ああの自分で、はい、自分のがあるので大丈夫です、うんね、前にそこのお店の近くに散歩をしてて、うん、行ったことがあります、うん、で、ああお店がいろいろあるんだっていうのは、そかそか一回ね、はい、いろんなお店が入ってますからね、なのでちょっと行ってみたいと思います。はい、皆さんぜひあのコメントは、まあ、はい、メールでもいただけますし、はい、今皆さん書かれてるようなチャットとか、うん、なんだろう、ブログのコメント欄とか、はい、まあ、なんかご本人にお送りいただいても大丈夫ですし、そうです、ファックスでも大丈夫です、大丈夫です、はい、というところで楽曲をいただけますでしょうか。はい、それではデュエット曲です。はい、浜博也さんと入山明子でダメな人パート2、どうぞ。なくてもとっても綺麗だよ、下手な嘘なんてお見通しよ、お前もあなたも似たもの、どうしさダメダメお前、ダメダメあなた、ダメダメ好きさ、あダメな人。10月にイベントやりたいですね。はい、ということでですね、うん、10月8日開催ということで、はい、開催ですよ、目前に迫ってまいりました、うん、本当にもう、うん、もうちょっとですもんね。そうなんですよ、そうだ、当日の台本も必要ですし、うん、お便りまだ間に合いますもんね。本当ですよ、今から書いてもらってで、お便り、はい、メッセージ、ね、そうなんです、その辺を、ただリクエストは特にもう多分歌う方決まってるので、うん、だからメッセージをいただくといいですね。そうですね、まあ本当は当日で手を挙げていただいてマイクでとかも考えたんですけど、うん、そうすると多分なかなか大変ですよね。大変だと思う、スタッフさんどうするんだろう、そう、あどこに、はい、位置して何を、ね、どうしてればいいか、なのでなかなか大変ですから、実はメールでください、メールでください、はい、それをプリントアウトして、はい、そうですね、で前の日とかだと印刷が間に合わないか、まあ、うん、メール画面をタブレットで出してとか考えてはいますので、うんうん、まあ、紙になってた方がありがたいですよ ね、はい、プリントアウトされてた方がやりやすいかな。そうすると、うん、2日前ぐらいまでにいただいていれば、うん、プリントアウトしやすいな、しやすいです、だからもう早めに ね、 そうですね、送っていただくと嬉しいです。そっか、公開収録、うん、僕そういう経験がないので、うん、なんか生もののイベントはよくあるんですけど、公開失礼、それで次にまた、ね、うん、配信するわけですからね。そうですよ、楽しみ、ね、生歌ですよ、そう、それが楽しみ、ね、ね、なので歌われる方、まあ、映像は流さない可能性もあるし、あるし、いやもう写真でやるかもしれないし、ね、なのでいや動画がいいって言われるとスタッフさんがどう、スタッフさんがスマホで撮るのか、あ、撮影隊の方をお願いしましょうか、撮影、ああ、あの YouTuber1 号2号、そうですね、たくさんいらっしゃいますからまあそこはまあ
ね、当日ご本人にも確認をして、そうですね、歌いたいけど、うん、顔は出したくないみたいな、そういう方もいらっしゃるからね、うん、僕みたいな、うん、あのイベントでは顔を出しますけど、うん、それ以外は出してない、放送ではもう載せませんよっていう方もね、うん、いらっしゃいますよね。あのそうなんです、恥ずかしいです、うん、して恥ずかしい恥ずかしいとか関係ない方はぜひ顔出しで歌っていただいてね、皆さん、あのでも、あ、まあ、あの記念にはなりますからね。そうですね、そう、先ほどもありましたけど、うん、聞き逃しても残ってるんで、そうずっと残ってますからね当面残るという感じで、うん、そう、あのそれは頭に入れといた方がいいですよね。そうです、あのだからでももう収録ですから、はい、失敗したって、そう、もう一回って言ったらどうするんですか、かけぽん。もう一回って言ったらもう一回やってスタッフさんが編集するとかっていうことはあるけれど、うん、一発勝負で、一発勝負がやっぱり ね、 ね、いいと思うので、うん、一発撮りっていうのを売りにして、はい、音合わせて、じゃあもうあのハッシュタグで一発撮りって書いておいてあげれば、そうです ね、 ね。でもこの前のカラオケ大会なんかも拝見してますし、うん、僕からするとそうですよ、あれはもう本当に緊張感あふれる感じでしたよね、はい、もう審査員の先生方を目の前にして歌うっていうのがあって、そうなんです、今度はでもお客様、お客様を前にね、みんな優しいからきっとこうパチ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 盛り上げてくださるので、ね、うん、そうです、大丈夫です。なのでなんて言うんだろう、普段はあんまり表で歌わないんですよという方も思い切って歌ってもらうと、新しい世界が、そう、ね、開けるかもしれないので、うん、歌っていただけたらいいなとは思っていいですね、いますよ、うん、だと手前でももしかしたらお酒とか飲める状態だったりするかもしれないんで、うん、あれってお酒飲むと歌いやすかったりするんですか。そういう方もいらっしゃいますよね、緊張感が少しこう、うん、あ収まるというかね、そういう方もいらっしゃる、ちょっといっぱい引っ掛けて、でも飲みすぎると声出ない、難しいです ね、 ね、どうなんでしょうね、そんなこんなです、です、なのですごい楽しみにしていただきたいなと、うん、思ってます。ここはそんなに今日はもう直前なので、直前ですからね、あとは皆さん元気であの来ていただければ、そうです ね、 ね、で場所とかわからない方はご連絡いただきながら、はい、はい、あの東京の品川駅の江南口という方向に出ていただく感じになります。なります。そこからはそんなに遠くないです。ないですね、はい、2、3分ぐらいですね、うん、品川駅の江南口って、うん、よくニュースで、うん、あのすごいたくさん人が歩いてますみたいな、朝、そうそう、あ、そうですね、はい、そうそう、こんなに人がいますっていうのに撮影のポイントですよ ね、 そうですね、よく写ってるところを歩いていただくと、ね、江南口になるので、うん、ぜひぜひ、日曜日は逆にガラガラですけどね、会社休みだから、会社の、ね、方が多いですもんね。そうなんですよ、あので乗り換えのところだから、はい、うん、で品川も会社員の方のビル、もう駅出ると会社が多いですよね、はい、あの江南口じゃない方に出ると、うんうん、あのホテルとかたくさん建ってますけど、うん、江南口の方に出ると、うん、よくドラマとかに使われるなんか広場と、うん、そうそうですね、あとは会社のビルと、うん、正面はなんか居酒屋とかありますので、確か江南口出てこう下に降り、下っていうかその広場に出ると、うん、あの派出所があるので、ありますね、はい、最悪そこで聞いてもらっても、そうですね、すぐ教えてくれるので、結構あの見えるのでよくこうやって見てると、はい、そうですね、ちょっとあの邪魔邪魔って言っちゃいけないですねいろんなのいろんなものがこう重なって看板が重なり合わせてるので、ちょっとこういろいろ角度を変えながら見ていただくと、そうですね、見つかると思います、はいはい、ぜひよろしくお願いいたしますということで、はい、それではまたここで曲をいただけますでしょうか。はい、皆様からアルバムに入っている曲をリクエストいただきました、はい、鋼のたかちゃん、そして辻あきこさん、はい、北ん海峡のとみちゃんからも応援いただいています、はい、ギターバージョンの一泊二日お聴きください。
たまにはフリートークをしてみましょう。また言いましたね。もう毎回書いてある通りに読んじゃいますということで、まあ、先ほど前回もお話ししていましたが、うん、健康について考えてみてはどうかと、はい、どうかと。だからあの皆さんが一番多いその異常値になりやすいものってあるじゃないですか、うん、採血をしたり、まあ、あとは一般的にバイタルサインって言うんですけど、はい、血圧、うん、血圧の方も多いんですよ。はい、はい、お薬飲んでますっていう方も結構多いので、はい、それからやっぱりあの血糖、血糖、うん、糖尿病のもうすでに方、うん、でそういう方はヘモグロビン A1C っていう値が1ヶ月平均値が出るんですよ。だから、はい、その前の日に節制をしても、うん、関係ない、バレちゃう値があるんです。それがもうあの高いと入院して教育が必要とかね、いろいろ出てくるわけなんですよね。でも糖尿病にならないように予備軍の方は食事、そうですね、ね、痩せないというか、僕がなんか言われたのは、うんうん、要は皮下脂肪というか体に脂肪がつきすぎてると、うん、インスリンを体が吸収できなくなっちゃうから、うんうん、まずは痩せて普通に吸収できるようになると数値は変わるよっていう、うん、だからダイエットからそう頑張って、ただ、うん、闇雲に体を動かすよりも、うん、まずは食生活を見直してくださいと、うん、そうですね、はい、かけぽんさんのあの食生活が見直されたらなんかだいぶ変わるんじゃないかなっていう期待が膨らんでるわけなんですよ、はい、例えば定築さんの前にすごい美味しいラーメン屋さんがあるじゃないですか、うん、もしじゃああそこに行ったとしても、はい、あそこは野菜をたくさんそうですねお願いできるんですよ。いいじゃないですか、ね、油も減らせるんですよ。あ、いいですね。でそれで野菜を食べます、うん、まあ、麺も少なくできるので、うん、少ない麺で、はい、スープは飲み干さない。飲み干さない。僕はね、あのスープが美味しいと、うん、全部飲んでしまっていたんですけれども。そうですね。まあ、お医者さんから言わせると、はい、何をやっているんだと。わかるけど。はい、全部もう飲んじゃいけない。やめなさいと。うん、で、ふーんぐらいに思ったんですよ。今もふーん、まあそうですよね。でも美味しいからねって言って、うん、まあここ何年間かそれはあまり気、はいにしなかったんですけど、うんうん、あ、気にしようと。でもご自分でそういうあの気持ちがね、はい、変えられたっていうのは何しろもう本当にプラスですよ。多分、ね、うん、聞かれてる方もお医者さんに注意されてたとして、うん、でも美味しいんだもんっていうのは、うん、いやいいですよって、うん、その後どうなっても知らないよっていうのがくっついてくるので、うんうん、そうね、でさらに皆さんあこさんのファンだから、うん、なかなかそんな健康の話をね、うん、してくれるアーティストさんなんていらっしゃらないから、健康でいたいですよ ね。だ最近あ健康って大切とか、ま、当たり前のつもりでいたんで、そうあのまだ何か出てくる前はもうそれが当たり前だから、うん、気がつかないんですけど、でもその中にギリギリのラインで健康っていう線があるんですよ、はい、まだ見えてないけどもう予備軍だったり足を踏み入れてる場合があるんで、はい、そこはやっぱりあの注意してね、そうですね、うん、大きいあの二次的な障害が出る前にシャットアウトする、そうですね、うん、僕です、ね、大丈夫だと思ってたら、はい、あれとこれとそれもダメだよってなると、そうですよね、どこからやる？そう、どこから治療するって言われて、あれどこからって、一番やばそうなとこからそうですよね、はい、ただ、うん、その何ですか、うん、総合的にちゃんとこう節制して、はい、うん、いけば、うん、全体的に数値は良くなるから、そうですね、それ楽しみですよ ね本当ですよ。いやだからあのもう私前歌ってた歌がどん底っていう歌ですけど、はい、もうそこにいると上を向いて上がっていくしかないんですよ ね、うん、だから今かけぽんはもうこれ見つかったから本当良かったんですよ。そうですね、だから検診もちゃんと行って良かったですし、うん、
なんかこれちょっとマークがついてるからどうしようって思われたところも良かったですし、そうなんです、そのまま置いてたら、まあ、ちょっと分かんないからいいやって置いてたらまた違うんです。来年までほっといたらもう多分あの危険でしたよね。危険でしたね、うん、でたまたまですよ、うん、その健康診断行きました、うんうん、長木君の収録のある日に、はい、なんか会社にメールが来て、うん、うちあの健康診断の結果はパソコンで見て、うん、プリントアウトを自分でして、うん、っていう、うんシステムなんですよ、うん、でたまたま収録日なんで、うん、あこさん健康診断結果出ましたって言ったら、そうですよね、はぁ、あ、って言われましたもん ねっていうのが、でこれは病院に行った方がいいと、そうですよ、まあ、病院行けって書いてありましたしね、書いてありましたね、だからあれもだから何かに行ってくださいとか具体的に書いてあるとさらにいいですね、はい、そうなんですよね、それが割と難しい方がいらっしゃるみたいなんでね、うん、専門はこの科になりますとか、そうですね、うん、あと内科に行くのか外科に行くのかで、消化器だったら消化器の内科か外科かっていうのでね、まあ、まずは内科に行った方がいいですよとかいろいろアドバイスできるわけですよ ね専門医がいるところの方がいいのか、まあ、専門医のところに行って調べてもらって、うん、手に負えなければどっか紹介して、うん、紹介してもらえるんでね、はい、そうで、何箇所かちょっと異常値があるっていう場合は、はい、それを総合的に見てもらえるところがいいわけですよ、ね、検査もいろいろできるところだったり、だからまあ、 病院を選ぶときには一緒にね選ばせてもらって、あとは自分の自宅からもできるだけ近い方が、そうですね、通うのね、うん、もうちょっといいお医者さんだからって言ってもすごい時間がかかるところだとまた大変になってくるんで、いきなり大学病院とかもいいのかもしれないですけど、うんうん、ちょっと混むじゃないですか。混みますよ。であれば、うん、地元である病院に行って、うん、大学病院も行きたいんだけどって言えば多分なんか、うん、多分ねどこかとつながりを持たれながらやってるので、うん、急に手術だとか、うん、処置が必要とか、そこでやってない治療が必要っていう時には必ず紹介してもらえるの で、そうですよね、紹介状を持ってでもさらにまたいい、ね、うん、治療効果が高いところに行っていただくとバッチリです。バッチリです。最近、まあ、セカンドオピニオンとか ね、 ありますよね、2つ受けて、うん、そのちゃんと話を聞いてとか、はい、まさに僕そんな感じだったので、うん、そのあこさんに見てもらって、うん、まあ、かかりつけ医は、はい、いたんですけど、うん、そこの言われる話だけをやってたら、うん、多分今回のやつは時間がかかったと思うんです、うん、そうですね、時間かかる状態になると思ったんですが、うん、新しいとこの先生は、はい、もう最近は新しい薬も出てるから、うん、副作用もあんまないよこれはとかっていうのも説明をいただいて、うん、じゃあ、うん、飲むのめんどくさい薬ですけど、ね、うん、このタイミングとかがすごいシビアなんで、うん、でも最新のやつだから一回使ったらっていうことで使ってますが、うん、やっぱり最新の医療をね、うん、知ってらっしゃることっていうのは選択肢が増えるので、うん、それはいいと思いますよ ね、 そうですよね、今はねもう情報社会ですから、うん、どこのお医者さんは何がすごい担当で、うん、例えば外科だったらその成績率までもね、出る何件年間何件手術をしてどうだっていうのとかもね、もう今出る時代なんですよね。まあ、職人さんみたいなもんですからね、その手術をしたりするとかっていうのは。そうですね、この建築士はこの10年で何個のお家を建ててますよ、うん、評判いいですよって、うん、そういうのも似たような、そう、あとはもう口コミとかね、そうですね、うん、周りに同じような病気された時にはね、うん、そういうのも聞いてみたりするのもいいかもしれない。すごいいい職人さん、うん、と出会うみたいな形でいい先生に出会えれば、そうです、そうです。なので痛いから嫌とか、うん、病院の匂いが苦手とか、うん、それ結構どうでもよくて、うん、あこさんのファンとして皆さんが健康でいるためには、うん、もう年に1回の人間ドックなのか、はい、健康診断、うん、で結果でなんかダメだって気になるところはもう即分かんなかったらあこさんに聞いてみる、聞いてみてください。何かのねバロメーターだから、うん、そうですね、やっぱり何か異常値があるってことは
どこかに何かが生じてるっていうふうに、うん、それをね調べてもらうっていうのは安心材料になるんで。そうです ね。なのでぜひやってください、はい、多分この健康話しばらく続くと思うんで。続きますよ、もう気になりますから、はい、で、ま、みんなで経過を追って、うん、はい、だから次回の収録の時にはまた何かあの進展があったら教えてもらわないといけないです。そうです ね。でもあの、うん、細かい数値は月1に採血して、うん、診断それを持ってまた先生が見てくださる。そうですね、うん、なのでちょっと先ですけど細かい部分はね、うん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 、ただあの別にお酒は大飲んでいいよって言われてるんで強調しますね、はい、そこがなくなっちゃうといろいろとね。だからかけぽんあの体重もね、はい、そのいつ もう朝起きたらすぐ測るとか体重計を買うとこからやらないと。いや買ってくださいねそれはね、はい、であのデータが今のはね残るんですよ。へ、身長と体重を最初に入れてで目標体重とかがこう設定できたりいろいろそんなものかけぽんああいうの好きじゃないですか。好きです。だからやってで10回ぐらいのがデータが残って昨日よりプラスいくつですとかマイナスいくつですとか出るんでドキドキしますね。だからもう測って、うん、それも刑事的にね、はいはい、見てください。なので皆さんも、はい、本当はそれを動画にして自分のチャンネルのネタにしようと思ってたんですけど、うん、ちょっと今そこまでの時間がないので、ね、本当ですね、まあ、この番組で少し痩せましたとか、うん、はい教えてください、はい、そんな形になります。はい、はではここでまた1曲いただけますでしょうか。はい、それではここでアルバムの中から1曲お聴きください。賑、はい、やかな1曲ですよ、はい、星降る街角。はい、ということであこさん35回目はい、35回目ですね。五等日とか思い出しますね。五がつく日は本当ですね、はい、なんかキリがいい感じがしますね。です。今日は関係ないわ、うん、こう日にちじゃないですもんね楽天ポイントがみたいな5と10の日は本当だ、はい、うん、でも関係なかったです。関係なかったですけど、はい、35回ねえ、なかなかです。なんかあの1時間喋れるのかなと思ってた頃がすごく、はい、懐かしいですね。懐かしいですね。最近気がつくとあれっていう、結構長めにもう張り切って喋ってるというそうです、あっという間ですもんね。あっという間ですね。そう、最初の頃はそんな、うん、こうパッと時間を見ると、はい、あれまだまだまだあるまだあるそんな感じだったんですけど、もうない。最近はいやちょっと待って、もうこんなに過ぎてるみたいなね。そうなんですよ、うん、まあでも制限はないのでね。でも知ってました、昔よりいろんな困ったとかそういうメールはないんですよそうなんですよね。時間だけはサクッと、本当だ、うん、もう初期のコーナー懐かしいですよ ね。毎回考えて、うん、なかなかね、うん、フリーが一番フリートーク、たまにはフリートークって言いながらここのところ毎回ね、毎回フリートーク、フリートークがでもね、はい、先週からこのフリートークイコール健康について語るみたいな。じゃあなんか名前考えときますね ね、健康、そうそう、
健康にいいものとか、はい、そんなのをみんなで共有しながら、そうですね、一歩でも健康に近づくという、うんうん、ね、だ僕今、うん、そのまあ、昔今の会社じゃない時にいた社長さんがめちゃくちゃ調子悪くなった時に、うん、勧められたハーブがあって、うんうんうん、それをトマトジュースとミキサーでかけて、はい、毎朝飲んでたら1ヶ月ちょいで数値がだいぶ改善したっていうのを育ててるんですよ、うわーすごい。でハーブって強いんですよね、うーん、ブワーって増えるんですよ。あ、そうですか。変に花壇とかには植えらんないんで、うん、鉢ってプランターみたいなのに入れて、うんうん、あまりあの暑い国の葉っぱなので、うん、水はそんなにあげなくていいです、うん、でそこからちょっとずつ拝借して飲んでるんですけど、うん、わすごい。もしそれで結果がガンって良くなったら、うん、みんなにも教えてくださいね。このハーブですってお伝えします、うんうん、変わんなかったら、うん、言わないです。そうですでもなんか結構人気の、人気というか知ってる人は知ってるらしいんですけど、僕は当時、うん、昔教えてもらって、うん、ただ外だと冬越せないんですよね。あ、そっか、そういうところのね、昔育ててたんですけど。へー、すごいですね、育てた。なんかすごいかけた。プランターを買ってきて、うん、土を買ってきて、はい、そこにこう2鉢ぐらい植えたら、うんうん、ブワーって大きくなる。へー、ハーブ。ハーブ、匂いは臭いです。あ、臭い、うん、いい匂いではなかったです、うん、でも毎日それをハサミ。結構癖がありますでしょ。でも飲む時にはそうでもない。トマトジュースに入れてミキサーにかけちゃうんで、うん、まあ、それをお茶みたいにして飲んでもいいとは言われたんですけど、へー、お茶よりもその何ですか、葉っぱごと、はい、その方が体に良さそうな気がしますよね、はい、今ね挑戦中なので、へ、適当にご期待ください、うん、健康にいいってものが溢れすぎちゃっててもうとりあえず使って、だってリンゴ酢、リンゴ酢ね、スタッフさんも、そうスタッフさんも始められたんですもんね。リンゴ酢とビオフェルミン、うん、あの、はい、成長剤、はい、あれを僕らはやってて、うん、なるほど。あれ何粒ぐらい飲んでるんですか。僕らは朝に1日分9錠ガッといって、うん、いきますね結構。でリンゴ酢を 20cc、うん、30cc、まあ、適当に僕は測、うん、るっていうか目分量ですけど、うん、飲んでおりますが、うん、スタッフさんがさっき休憩の時に、うん、1週間2週間やってるんだけど、うん、すごい出るねと。ああ本当に、これはすごいと。うーん、今もやっているみたいですよ、うん、へえ。今いないんですけどね、ここ今スタッフさんが今ちょっと今日忙しくて、はい、なんか呼び出されて、うん、そのままでしたもんね、はい、で僕もやってるんですけど、確かに最初の頃に、うん、宿便ですね、宿便ですね、はい、中にこう残ってるへばりついてるのが、はい、ちょっと黒っぽい便が出るといいって言いますよね、はい、そうですね、うん、それをやって今も飲んでますけど、うん、まだ数値は分かんないですね。多分それを、うん、さっきの健康診断に戻りますけど、うん、健康診断を受けた後ぐらいからやってるんであの時は最悪だったけど、そっかそっかそっか、じゃあでも良くなってる可能性も大ですよね。次の採血でもしかしたらすごい早く見たいですね。ね、早く健康体になって、うん、あでも健康体になる前に、うん、ステーキ1キロは食べときたいこれさっきから言ってるんですけど、あこさん本当です、本当ですね。なんか ね胃が小さくなる前に、ね、食べれるぞっていうのを確認しとかないといけないわけですね。僕は昔ちゃんと食べることができていましたみたいな記録にはしておきたいですね、うんうん、赤身でね、うん、1キロはもう相当ですよ。顎も使えますしね、うん、で食事制限すると顎が弱るんですよ、うん、食べるもんが。そうだ、あんまりね、はい、噛むのが少なくなるか。あこさんは魚とかのが好きなんですか、うん、私はね本当は肉が好きなんですけど、はい、魚は食べれるときは食べるようにしてますね。ですよね。サバとか、サバ、はい、
サバってなんであんな美味しいんですかね。今年はサンマがちょっと高くてね。高いですね。高くてだけどサンマも好き。アジ。アジ。うん。ホッケも好き。ああもうね。うん。ねとか言っちゃった。ね。魚はなんか最近収穫が減ってたりする時あるじゃないですか。うんうん、ずっと食べられたらいいですよね。いいですよね。うん、どうなんでしょう皆さん。そう、牡蠣がどうこうって話昔ありましたよね。牡蠣を食べに行く、うん、そこで公開収録をするみたいな話が、そうですよ、数ヶ月前にあったと思うんですけど、うん、あれは実現されるんですかね。したいですよ ね。なんかプレでね、もうちょっと前にあ、プレで、ね、いやもうなんか、ね、うん、魚介類は全然いくら食べても多分大丈夫なはずなんで、うん、大丈夫ですよ、はいはい、楽しみにしてまーす、はい、ここで言っとくと誰かに届くのかな、はいね、だからそのまあアコさんとも話したけど、うん、公開収録がいろんなとこでできたら、うん、面白いですよ ね。美味しいものあり、お客さんともなんかちょっとセッションみたいなのもあり、そうなんですよね。僕ね思ったんです、あまり家から出ない僕が、はい、出る出る、うん、さらに僕ファミコンのカセット買い漁ってるじゃないですか。おそうですよね、いろんなところの中古屋さんに行って買い漁りたいじゃないですか、うん、各地の各地の巡ってみないと。そうなんです、掘り出し物がありそうですもん ね。そういうのも含めてちょっと今後は外に出るような、うん、なるほど、家で猫とじゃれ合ってるのが好きなんですけど、うんうん、外に出るよっていうな、ね、うん、この番組だったり、あとはその番組内で今やろうとしているスマホとかをこう皆さんにお教えする、うん、ね、これはねちょっとあのもう継続してやっていきたいなと思ってるんですけどね、うん、さっきあの有田さんにね、有田さんがもういいバロメーターですよね。そうです ね。有田さんがいかに、うん、QR コードを読み取るとそう初めての試みでね。そうですね、うん、でそのあこさんのいろんなのが一覧になってるページが実はあって、そうポトフっていうのね、はい、あるんですけどね、その QR をねさっき有田さんに、うん、やってそのこう出てきた iPhone はそのカメラでね、はい、まあ、あとは QR コードを読み取るね、そういうところで、うん、だもしその QR コードを読み取る術がない方も、うん、その質問していただければ、うん、必要に応じてそのアプリをダウンロードする、うん、あ、いいですね。で大体の QR を読むアプリは無料なんで、うん、あのそれを入れてもらえば、もしそれでいろいろ伝わるなら、うん、アコさんが配信するのも楽ですもんね。そうなんですよ、発信か配信、発信する、発信ね、みんなと楽しみたいだけなんで、うん、そうだからね、一人暮らしの方も増えてらっしゃるんで、はい、ちょっとでも楽しい笑う時間がね増えるといいなと思ってますよ ね。しかもあれですよ、僕もさっきその一覧見たんですけど、うんうん、あこさんこんなにやってるんだ、何やってるのっていうぐらいね、いっぱいやってるんですよね。なのでお時間ある方も上から順に見て、うん、見てみてください。何これっていうのがありますか、ね、たくさんありますよ。そうだから、ね、演歌アーティストさんでこんなにいろいろ、しかもご本人がやられてるって聞いたことないんで、ね、だからね、あの隠れ X とかね、はい、ありますよ。いろいろ書かれて X、 あのツイッターですね、ツイッターってあるじゃないですか、ね、旧ツイッター今 X ってなっちゃったんですけど、2つアカウントがねあったりすると、片方ちょっと遊びの、そうですね、アカウント、あの TikTok もそうなんですけど、TikTok を2つやられてるってのはすごいな。これ本物ですかって、かけぽんがねちゃんと聞いてくれる。フォローしていただいたんですけど、これは本物ですか、本人ですかっていう。そうそう、ね、タレントさん偽物ちょいちょい出る人、ね、出ますよね。なのでその一覧を、うんうん、多分あこさんもこれからチラシとかにね、うん、それをこう大々的に貼られると思うので、本当、ね、うん、だすごいあります、十何個、結構いっぱいあるんですよね、あったんじゃないかな、うん、みんなやってますもんね、はい、とりあえずこう新しいものは全部やる、やる、とにかくやる。なので見る側も大変ですけどね、あ、新しいアプリ入れなきゃみたいな。
でもそれも簡単になるようにご説明を、ねね、していければいいなと思ってますので、はい、私はこれは見るけどこれはいらないとかね、いろんなことがありますから、取捨選択みたいなのは皆様の方で、ね、ただこんなにあるんだよっていうのは一回見て、あるんですよ。だからね、ポケカラとかしてないでしょ、はいもうね、そういうのもあるんですね。ポケカラでは歌ってるんですよ。だからほう一発撮りそういうのねやってたりして、それはそこの人たちがこの間ねリアルに、はい、うわポケカラ僕フォローしてますっていう人がいまして、70超えたかって、えポケカラやってるんですかって、僕も歌ってますって言って言われてて、いいですね、なんかそういうのね楽しいんですよね。カラオケってなんかあんま行ってないですね。そっか、行かないんだ、ね、なかなか行かなくなりました、うん、まあ、家にこもってるんで、うん、そっか、昔はよく、うん、ただ打ち合わせに使うにはいいんですよあそこ。あ、そうですね、駅前にあるし。最近はだからあのカラオケを使わないで、はい、あのリモートの何かをするっていう設定もあるんですよね。そうですね、これ面白いですよね、まあ、基本的に僕はあの音量全部下げて、あそう Wi-Fi つないで仕事してます。わ、うん、かるわかる。私もだって朝一番から移動して24時間のカラオケのところ行って、でそこでいろいろそうですよね、ゆったりまったりして渋滞を避けて、うん、やってますよ。昔よく寝てました打ち合わせ行くじゃないですか、うん、でカラオケ屋さん静かだし、うん、周りに聞かれないから そうですよね、そこで打ち合わせを、うん、喫茶店とか怖いです、誰が聞いてるか、誰が聞いてるか分かんないから大事な話はねやっぱり、そうです、で防音がある程度聞いてるから、うん、いいですよね。で、あのこれは別に怒られないと思うんですけど、要は打ち合わせがお昼ぐらいだったら、うん、カラオケ屋さんのランチを一緒にお相手と食べて、うんうんうん、そうです、打ち合わせして、で、あの経費で、うん、やったぜみたいな、お昼浮いたよみたいな、うん、でお見送りをして、うん、カラオケをあの部屋に戻って、うん、軽く寝てそれからか昼休みとして寝て、なるほどっていうのをやったりします。食休めですね、はい、あそうだちょっと長くなってますけど、うん、1個、うん、あれですよ、うん、一泊二日のギターバージョンはすでに、うんうん、そう、ジョイサウンドさんのカラオケだと歌えるんです、うん、歌えるんですよ。ぜひ歌ってください、ね、この間そのアレンジをしてくださってギター弾いてくださった斉藤先生にそれを報告したんですよ、はい、すごいねって言ってくださって、発売前にってそうです、ね、喜んでくださって嬉しかったです、ね、もしかしたら、うん、原盤で入ってるから、うん、あの機種が入ってる機種と入ってない機種、うん、あそうかもしれないですね、はい、あのなるべく新しいジョイサウンドさんの機械で歌えば、うんうん、多分ね、うん、だからカラオケボックス行ったらそういうところを選んでいただいて、はい、チョイスチョイスですよ。しかも、ね、もう発売日から歌えてるので本当ありがたいですね。歌ったよっていうなんか報告も欲しいですよね。欲しいですね、うん、聞いたよ歌ったよ、うん、ぜひどうだったよっていうのをね、お願いしてください、はい、というような形で、はい、各コーナーの募集や、うん、宛先のメールアドレスはこの番組の概要欄に明記してありますが、うん、はい、それ以外でもあこさんはブログのコメント欄、うん、はい、ツイッターと X の返信とか、うん、Facebookうん、LINE? オフィシャル LINE、うん、LINE も OK です。 LINE で普通に投げられるのは投げてもらってもいいですし、はい、紙に書いて手渡しでもいいですし、うん、いいです、何でも OK ということなの で、 OK です。ぜひ番組のねご感想をお待ちしております、はいはい、番組放送を通じてより良い番組にしていきますので、今後の配信もぜひお聞きくださいね。はい、以上、はい、入山明子でした。かけぽんでした。また次回。